字は幼椿。号は学順。中国青年党結成メンバーの一人で、後年、同等の主席を務めた。祖席は、先生小青安府三原県。13歳の時に、生徒養務局英法文官学堂に入学する。1914年、私立新探学院でフランス語を学んだ。この時、祖、佐春生と知り合っている。 1918年9月、少年中国学会に加入した。1919年、フランスに留学して、パリ大学に入学、文学修士号を取得した。フランスにあった間、李光は、ソラとパリ通信社を創設している。1923年12月、ソラと協力して、パリで中国青年党を結成し、李光は外務部長となった。 翌年7月に帰国し、国立武将大学で教官となった。同年10月、祖と共に上海で青年党を帰還し、政治を創刊している。1925年9月、国立北京大学の教官となった。1926年8月1日、青年党の第一回全国代表大会が上海で開催され、李は中央執行委員に選出された。 1929年には、東高である、治療学院が創設され、李がこれを主催している。満州事変勃発後の1931年12月、李公は、青年党の左春星、陳慶天、さらに熊木弱い、馬草白、公園土うといった名士たちと協力して中華、民国国難救済会を結成した。1934年、四川省に戻り、 安部委員会を組織している。日中戦争が勃発すると、李光は国防最高委員会参議会委員に招聘された。1938年、観光で新中国法という新聞を創刊する。その後、武将大学、北京大学、生徒大学で歴史学教授を歴任した。また、同年6月から第一期国民賛成会参政員に選出され、 以後第4期まで4期連続連続で務めている。1945年4月、李光はサンフランシスコ会議に中国代表団代表の一人として派遣され、国連憲章基礎委員にも任せられた。1946年11月、政権国民大会代表となった。翌1947年4月、多くも5の後任として国民政府経済部,部長に任命されたが、 実際には就任できなかった。1948年、李公は相当不姿勢となり、さらに青年党代理主席となる。1950年からは、香港に移り、しばらくは著作、教育活動に従事した。1951年に、蘇我死去すると、李が青年党の最高指導者となる。しかし李は引き続き、香港に泊まり、台湾に移った。 青年党を直接指導しようとはしなかったため、以後党内は長く分裂状態となる。1962年、李は、主海学院教授となる。1967年からは渡米して、やはり教師として活動している。1969年春、青年党の重鎮である、左春生の養成を受け、ようやく、李公は、台湾に移った。同年、青年党、 第12期代表大会で、李は、与野キ区、左、陳慶天、コ国位と共に正式に主席に選出され、中央党部も成立し、青年党は、一応の安定を見ることになった。1979年の党第13期代表大会では、李と陳の二人で主席に選出され、相当体制となる。1983年の、 第14期代表大会では、リが単独で、主席に選ばれたの第15回代表大会でも同様。1984年9月、小慶国から昇平されて、総統府市政に就任した。1990年には、李登期から国家統一委員会委員に任命されている。1991年11月15日、台北市にて死去。去年97。 著書に、フランス文学史、国家主義の教育、欧州古代文化史、フランス漢学論集などがある。ありがとうございます。